この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ですが、見てたわよ。今わざとメロン落としたでしょ。適当な言いがかりつけて、あんたたち一体何者なの？よくぞ聞いたわに。俺たちは泣く子もちびるドンビキア。出す。ドンビキア。知らない。いちちちち、おやびどうしたわに。腰が。おやび、今日のところは退散だす。いつか見てろ、黒いのポンナ。行くだす。ありがとうでちゅ。まったく情けないわね。すみませんでちゅ。すぐ謝るんじゃないわよ、リス。僕チターナって言うでちゅ。じゃあもうあんな連中の言いなりになるんじゃないわよ、チターナ。はいでちゅ。あの時僕は決めたんでちゅ。この人に一生ついていこうと。チターナの男道、イエイ。あ、カノン様、おはようございますでちゅ。今日も一段と美しいでちゅ。知ってる。荷物お持ちするでちゅ。そ、あ、カノン様、後でマッサージもするでちゅ。マッサージ？この本で美肌のツボ勉強してきたでちゅ。カノン様、カノン様のお好みのスイーツ特集ですわ。こちらのお肌プルプルコラーゲンパルフェがおすすめですわ。おすすめおすすめ。まあいいわね。今日帰りに行きましょうよ。カノン様、私もカノン様に。カノン様、終わった。エアポンプ、エアポンプ。頑張ってね、掃除当番さん。ルビーめ、来週掃除当番になったら教室たっぷり汚してやるわ。カノン様、僕が代わりにお掃除するでちゅ。あら、ありがとうチターナ。じゃあひまわりの種3つありがとうでちゅ。じゃあカノン様、掃除はチターナに任せて、私たちはストロベリーカフェでお茶いたしましょう。そうね。行きましょう、行きましょう。カノン様、相変わらず美しかった。カノン様。掃除当番なんてサボるのが不良の証しさ。おーし、兄子帰るじゃん。あ、兄子。あいしょ、あいしょ、あいしょ。お前一人か？はい、でちゅ。僕がカノン様の代わりでちゅ。小町と楓も掃除当番のはずだっちゃ。カノン様と言ってしまったでちゅ。あ、でもいいでちゅ。僕平気でちゅ。もしかしてお前らうまくいってないのか？え？なるほど。つまり小町と楓ががっちりカノンの脇を固めて、お前はなかなか近づけないってわけだな。僕、カノン様の近くでもっともっとカノン様の役に立ちたいのに。ああ、ワニコ分かっちゃう。好きな人がすぐそこにいるのに近づけない。切ないわ。僕、どうしたらいいんでちか？なら、力のあるとこ見せてやればいいんじゃね。力？でも僕、力は自信ないでちゅ。草食系だっつうのか？ワニコ、リスは雑食性だっちゃ。バカ野郎、んなことどうでもいいんだよ。おい、チターナ、あたいが言いたいのはな、もっと男らしくがっつけってことだ。じゃねえといつになってもカノンに相手にされねえぞ。すみませんでちゅ。すぐに謝んじゃねえ。
しょうがねえ。お前を男らしく根性叩き直してやる。え？姉子はうちらのグループに入れてやるって言ってるっちゃ。僕が不良グループに？カノンにいいとこ見せたくねえのか？いえ、カノン様のためなら何でもやるでちゅ。よろしくお願いしますでちゅ。まずは学ランだ。首が苦しいでちゅ。バッカ野郎、いいか、ここがどれだけ長いかで男らしさがアピールできるんだ。はい、我慢するでちゅ。違うっちゃ、うちらグループでは返事はオースだっちゃ。来たな、リピートアフターミー、オース。オース、もっと大きな声でオース。オース。よし、来たな、次は男という文字を書くっちゃ。オース。何なよなよした字書いてんのよ。お友達にはな、合格じゃ。ふう、いや、しや。男とは田んぼに力と書く。男とは力があってなんぼってことだ。ちゅわけで男らしく腕立て100回だっちゃ。オス、頑張るでちゅ。カノン様のため男になるでちゅ。99100、腕立て100回終了だっちゃ。筋肉のあるメンズってすってき。よく頑張ったチタナ、次は食事だ。おいしい。なんかやろ、種なんか食ってんじゃねえ。男らしく肉をがっつけ。おずりちゃ、それを食べたら姉がお得意のこれだっちゃ。姉子は全国不良パラリラ音楽祭で優勝した経験があるんだぜ。さあ、お前もやってみろ。あの、これと男らしさはどういう関係が？バカ野郎、つべこと言わずにやれやがれ。それが男ってもんだろ。おいしい。あい、なんだっちゃこの音は。蚊の息より広がっちゃ。お前やる気あんのか。すみませんでちゅ。姉子のバイクきれいにしたら後でジャムパン買ってくるっちゃ。おっす、初めて下っ端ができたっちゃ。命令するって気分いいっちゃ。はぁ、本当にこんなことでカノン様に振り向いてもらえるのかでちゅ。はぁ、ううん、カノン様のためでちゅ。とにかく今は何だって頑張るでちゅ。サンシャイン、いいか、チターナ、今日は男ってもんの総仕上げだ。オス、一番大事なのは相手をどれだけビビらせるかっつうことだ。相手を、ワニヤマ相手にやってみろ。おっす、よーい、アクションだっちゃ。あの、すみませんでちゅ。よろしければそこをどいてもらえたりは。すみませんでちゅ。カート、カート、カート、ビビらせるどころかお前が謝ってどうすんだ。すみませんでちゅ。次はチャロット相手にやってみろ。おっす、おい、そこの鉢。うん、なんか用だっちゃ。いいえ、なんでもないでちゅ。ごめんなさい。やっぱり僕には無理でちゅ。何も悪いことしてない人に言いがかりなんてつけられないでちゅ。よく言った、チタナ。え？不良ってのはな、ただ悪さばかりしてると思われがちだ。でもな、あたいらはそうじゃねえ。不良にも正義ってもんがある。よっ、姉がかっこいいちゅ。しびれる。いいか、チタナ、あたいがお前に教えてきたことを実践するときは大事なやつを守るときだ。大事な人を守るとき、それが男ってもんだ。わかったな、チタナ。おっす、お前もこれで卒業だ。これはなんだか自信が出てきた気がするでちゅ。これできっとカノン様に認めてもらえるでちゅ。あ、カノン様。カノン様、
様、今日はお部屋でプチエステなんていかがかしら。いかがですの、いかがですの。カノン様のために私たち新しい美顔器スーパーフェイシャルデコルテエステティックマシン2を手に入れましたわ。あら、ありがとう。あのカノン様、うん、生まれ変わった僕を見てくださいでちゅ。おっす、おっす。ちょっとチターナ、カノン様の前で何わけわからないことしてるの。そうよそうよ。さあカノン様、行きましょう。行きましょう行きましょう。じゃあねチターナ。はぁ、やっぱり僕は何にも変わってないでちゅ。キャあれはドン引きや。水城カノン、やっと居所を突き止めただす。捜査に1年かかりました。その労働量を金額に換算すると。またあなたたちね、そこどきなさいよ。親瓶は昔の親瓶とは違うウニ。もうぎっくり腰は治ったウニ。たっぷり1年前のお礼をさせていただくとするだす。サンシャインドン引きジュエル、ジュエルフラッシュだす。これでどうだす。カノン様、カノン様を助けなきゃ。お前に教えたことを実践するときは大事なやつを守るときだ。そうでちゅ、今こそ僕がカノン様を守るでちゅ。カノン様、僕男になったでちゅ。オラオラ。すごいですわ。男って感じ。男。カノン様、そろそろチターナに教えてあげた方が。そうね、ついてきなさいチターナ。ここよチターナ。ここは、実はね、カノン様と私たちで内緒でひまわりを育てていたんですわ。日頃尽くしてくれているチターナへのカノン様の感謝の気持ちですの。夏が終わる頃にはチターナの大好物のひまわりの種がいっぱい取れるわ。カノン様、ありがとうございます。カノン様、調子に乗るな。うっす、すみませんでちゅ。それに何、さっきからその格好。あ、これは、何が男よ。さあ行くわよ。カノン様、お待ちよ。冷たいカノン様。えい、やっぱりこっちのカノン様がたまらないでちゅ。行きましょう行きましょう。カノン様、よくってよ。待ってください。ったく、相変わらず貧弱だなあいつは。でもワニッコ、二人の愛を感じちゃったわ。あいつの根性また叩き直してやんないとだな。ってことはチターナ、またうちの下っ端になるちゃう。やった。カノン様、ほら、可愛く撮れてるです。ギョエ、何この写真。たっぷり。いつの間にこんな写真を。あ、この写真おかしくない。え、ほら、ここ見て。心霊写真撮っちゃったかもです。おばけおばけ。そんなこと喜べるんだ。前向きすぎるベリドット。何、お化け。これです。とか言ってまたワニ山でしたってオチじゃないでしょうね。あ、お化けなんて私なんだかすごくウキウキしてきた。え、ひなた、こういうの平気なの。うん、平気というかむしろ大好き。早速今夜確かめに行きましょう。うん、賛成賛成です。ひなたがお化けに興味あるなんてすごく意外ね、ソフィー。心霊写真、お化け、そんなものは全て人間が作り出した妄想幻想、全てはプラズマで証明される。ゼロ三角だ。ソフィー大丈夫。肝試しでイエイ。肝試しツアー受付はこちらです。
お弁当の準備も OK。 おかずは肝試しらしく砂肝のニンニク煮込みよ。おー、うまそう。お化けなんて現象は客観的なデータに基づいておらず現象説明するのに。ねえソフィー、無理して参加しなくても。あっ、お母さん、あなた、私を料理一人にしないで。わかったわかった、私がついてるわ。それでは皆さん、ちょっと人数が多いので2グループに分けます。はい、こちらくじ引きです。うわぁ、怖え。みんな、足元気をつけるです。お化けに会えた暁にはお弁当タイムよ。はぁ、みかげくんとくじ引き分かれちゃった。カノンめ、今頃。さあ、みかげくん、カノン怖い。こうしてはいられない。カノンたちどこにいるんだろう。なんだか気味が悪い。うっ、この声、お化け。なに、この音。出た。いい写真が撮れるかもしれないです。なんだ、みんなか。さあ、行きましょう。お化けの正体を確かめに。え、ちょっと、ひなた、マジかよ。え、なんだ、この床。なんか床が濡れてる。このドアの向こうから聞こえるです。私がせーのでドアを開けるわ。頼んだです。なんで二人ともそんなに元気なの。俺、腰が抜けた。行くわよ、せーの。イルカ先生、水槽が割れてしまったんだ。早くお前たち見てないで、俺に水を。はい、イルカ先生。助かった。はあ、お化けじゃなくてよかっただね。あ、そうだ、ミカゲ君とカノン。ポルターガイスト現象もラップ音も全ては科学で証明できるはず。うん、絶対できる。だから大丈夫よ、サフィー。カノンとミカゲくんもいるし。って、あれ、いない。お化けに連れ去られたなんて絶対ないわ。あー、カノンって。あ、サフィー、サフィー、大丈夫？おかしいな、なんでつかないんだろう。二人っきり作戦大成功。よし。あれ、サフィーとガンネットともはぐれちゃった。どうしよう。ミカゲくん、私怖い。貸してみろよ。ほら、つくじゃないか。ち、ちょっと、カノン離れなさいよ。ルビー。うふ、私みんなとはぐれちゃって。だから私も一緒にいい？ああ、いいよ。サフィー大丈夫？ありがとう、ガーネット。ねえ、ガーネット、どうしよう。あ、私トイレに行きたくなっちゃった。なら私も一緒に行くわ。我慢する。だって夜の学校のトイレといったらお化けの定番中の定番じゃない。大丈夫、お化けなんていないんでしょ。そうよ、お化けなんてみんなプラズマよ。みんな座敷わらしよ。どこ行っちゃったのかしら。あいつよく単独行動できるな。俺絶対無理。あ、あ、サフィーの声です。下の方から聞こえてきたわ。急ごう。サフィーの声、向こうの方から聞こえたわ。よし、行こう。ミカゲくん。サフィー、ガーネット。大丈夫？あそこに写真に写ってたのと同じ影が。うわ、これマジでヤバくね。完璧、お化け。私、そう無理。サフィー、私まだ若いのに、まだこんなに美人なのに、もうおしまいなんて。私が行って話してくるわ。そんな危ないよ、ひなた。私は行くです。二人ともやめた方がいいってば。そうだよ、逃げようって。え、
くん？じゃあさっき飛び出してきた化け物は？なんか飛んできたです。ジャロット？まあカトリくんとの深夜のデートをなんで見るっちゃ。っていうかどうしたのその顔。カトリくんにいっぱいキスされたっちゃ。もうカトリくんに溺れそうだっちゃ。青春だな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。